おはようございます、こんにちは、こんばんは、天元一です、よろしくお願いします。おはようございます。本日の録画これでちょっとラストにしとこうかね。あと違う1時間ということだね。アドレス帳にね、何人登録できるかとかね、なんかよくわからん競い合いしてたね。魔法エネルギーのおかげで生活はいろいろと便利になったわ。死んだ様々よね。あんたもそう思うでしょ？まあそうなんじゃない？そうでしょ？もう魔法エネルギーのない生活なんて考えられないわ。そうっすよね。PH 室に入れちゃったよ。プレイ時間が10時間いきましたね。だからこれ一応ね、最短で言ったら3分の1やってるってことだね。魔法エネルギーのおかげでいろいろ便利になったけど、でもその代わりに動物や植物がどんどん減ってるような気がするわ。私は昔の方が良かったんじゃないかなって思うの。ね、そうよね。難しいな。そんなことはないんじゃないか。お母さんと同じこと言うのね。人は便利には逆らえないからな。楽さ、便利さには逆らえないからな。いまだに交通事故で人が死ぬのに車を乗ることをやめられないからな。もう終わってるで。そうなんだ。そうなんだよね。交通事故で人は死ぬ。だけど車を乗ることをやめられない。公害だって出す。エコだなんだって言ってるけど、車乗らなきゃ最強のエコだからね。でも便利さにはかなえない、逆らえないのさ。大変な業だね。お前たちミッドガルから来たんじゃと？わしも以前ミッドガルに住んでいたんじゃが、近頃はあそこもいろいろあるようじゃな。トコツさん、こんばんは。光るアンテナは職人が作ってたのかな？あと勝手に人の家の宝箱開けていいの？鍵がかかってあげる。あ、よかった。冒険してる感が出てきましたね。怪しい黒マントの男がこの町にいたんだ。物騒な刀を持ち歩いててさ、もう刀、黒マント。間違いないな。セフィロスだな。あ、ちょっと開けちゃった。ごめんなさい。ピースメーカーを手に入れた。何？銃？拳銃っすか？シングルアクションアーミー？強烈からでも通じ、ああ、銃だね。やべ、盗んじゃった、これ。バレットはだって銃、バレットのアイテムか。マシンガンなんだけどな。僕、大きくなったらシーナのソルジャーになるんだ。そのために今から猛訓練しているんだ。お兄ちゃん子供っぽくて私恥ずかしいわ。穏やかっすね、ここね、この村。武器や防具やアイテム屋さん、マテリアル屋があればいいんだけどな。看板出てんな。血は大将、アイテム屋だよ。待ってたぜ。コスパ最強ポーションだな。ペシペシ、人類の愚かさを解きながら人類が生み出した愚かな娯楽器で遊ぶ配信ですか？そうだね、うん、そうだね、命を奪ってるってことをか、噛み締めながら肉を食わなきゃダメだね。
なかなかいい品揃えだったぞ、親父。あ、綺麗これ、何これ。ここはマテリアル屋だよ。マテリアル屋だよ。あ、大地来たこれ、大地。デュク。盗む。あ、盗むあるな。いや、盗む、みんなで盗みたいな。治療を見破る。治療？回復と治療って違うのかい？まあ、これはもういるよね。一個は絶対いるよね。ダブル盗むもちょっと欲しいんだけど、まあ、ちょっとそこは、マニーの都合で。ここは武器屋だよ。ミスリルセーブ。ほら見てくださいよ、奥さん。ハートブレーカー盗んでよかったでしょ？キャノンボール。あ、なるテレクラキャノンボール。なるほど。ハマジム。なるほど。キャノンボール。いや、もうバレットいないからな。ミスリルクロー。いやー、フルメタロッド。殴らんからな。ワンちゃんは？ワンちゃん。ワンワンを何にも装備できねえんな。そうかい？まあ、この二人いないからな。売るか。チタバン。あ、間違えた。甘いか。何これ。あ、ガードアップいいな、体力は。一ギル。あ、バスタードソード売れないんだね。盗む、もう一個買おうかな。マコールにある場所の土地はどんどん痩せていくっていう話だ。この町みたいにマコールのエネルギーは供給してもらうだけっていうのが一番いい方法なのさ。なるほどね。僕のお父さんは炭鉱夫なんだけど、ミスリルの炭鉱鉱山にモンスターが出てきて仕事がなくなっちゃったんだ。今じゃこの奥の酒場で酒ばっかり飲んでて酔っ払ってるよ。中だ、うまし。ミッドガルではアバランチとかいう反シンラ組織が活動していたらしいが、ついにシンラのソルジャーによって全滅させられたそうだな。ミッドガルじゃテロリストがマコールを爆破したらしいぞ。最近物騒なことが多くてやだやだ。武器名から唐突に AV タイトルを彷彿するなんて最低です。そんなんわかんの、ペシペシさんだけだよ。シンラカンパニーは、ほら、カンパニー松尾。シンラカンパニーは、自分たちに逆らう者たちをどんどん排除しようとしている。我々は、好む好まざるに関わらず、シンラカンパニーの支配を受け入れなければならないのさ。厨房に入ってこないでおくれ。やっぱ買おうかな、盗む。もう一個モンスターっていうのはシンラが作ったって噂があるが本当なんすかね。マジっすよ、マジです、それ本当っす。どうした、どっちにしたってマコールの世話になっている限りシンラには逆らえないんだけどね。ダメですよ、立ち上がりましょうよ。アバランチはあなたのような人間を待っていますよ。時間があるんだったらアバランチ活動できるじゃないですか。ふさこみたいなこと言いつつ、やっぱり盗む、もう一個買おう。
ダブルブンドルになったら熱いもんな。なかなかね、エネルギーを否定することはできないよね。ここはマテリアル屋だよ。マテリアル屋だよ。盗む、買う。ペシペシ、伝説的なハメ撮り監督名を口にするなんて最低です。元テレビアットの巻末さんなんて私走りません。じゃあエヴァファンは知っとかなきゃいけない名前なんだよ、ここは。エヴァ好きは知っとかなきゃいけないんだよ。そうか。俺たちはどこに向かって行きゃいいんだ。面白いな。旅立つか。当てのない旅に出るか。治療って何？あ、ポイズナーエスナか。まあ、まあまあまあ。あ、炎とかいいよ。治療でいいよ。デイチはデイチ。なんか毒全体とかいるから全体がこれついてたら熱いんだけどな。あいつはどこに持っていきゃよかった全体が。戦闘中にポイズナーエスナレ、いる？ポイズナーいる？いらないよ。ペシペシ、今更で申し訳ないんですが、それぞれの名前の由来を簡単に教えてもらってよろしいでしょうか？あ、これは、あれですね、私の好きな、まあ、天城は私ですね。私の大好きな、もう、燃えまくってる、OVA アニメのキャラクターの名前ですね。多分、しまんげさんしかわかんないと思う。次のやつで確定するんで、調べてみたらいいかもしれないですね。もし次に女の仲間が出てきたとしたら、揃うんで、中富と、沢野口と中富、もう一人出てきたら確定するんで、あ、天城さんはこのアニメに狂ってるんだなっていう。じゃあ行くか。ワンワンオーはね、突然犬が出てきたんでね、もうなんてつけていいかわかんなくて。本当はこんなことする予定じゃなかったんだけど、自分の名前つけたらね、なんかバランス悪くなってきちゃって、一人変えたらもうみんな変えなくちゃってなってきちゃってね、FF ファンが見たら怒られるかもしれない。と、怯えつつ、頑張る。左が、あれだね、ミッドガルだね。で、これが、なんだっけ、北の町の、なんだっけ、まあ、ウータラカータラだね。何がしたんだね。おお。ペシペシ、魔法使いたい、把握しました。ありがとうございます。大当たりだね。大当たりで嫌になるね。あ、バックアタックだ。サンダー超ギリ。使っといた方が上がんのかな、リミット。使っとくか。使えば使うほど上がるのかな。ちょっと待って、俺冷静じゃない俺。見なきゃこいつら。え、いなくなった。あ、見ようぜ。あー、なんかちょっとレアっぽいな、あいつら。邪気封印を覚えた。なんだ邪気封印って。ガオレンジャーみたいな技だな。
ペシペシ、中さんも神羅の実験体なんでしたっけ。なるほど。あ、このワンワンオンもね、なんかサンプルって言われてたね。レッドサーティーンって呼ばれてるが、それは北条が勝手に呼んでいっただけだ、お前らが好きに呼んでくれって突然言うから、え、こんな忙しいのに犬の名前を、もうとりあえず、ワンワン王だ、ワンワンだお前は、てんてんてんみたいになってたよ。それっきりあの名前つけるタイミングはなく、広いな。あ、なあ、チョコボの足跡だ。これチョコボいるんじゃないのここ。あ、でもなんか餌とかいるのかなこれ。赤色、私ファイナルファンタジーっていうのよく知らなくて、私ファイナルファンタジーってよく知らなくて、なんで。はい、痛い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 、やりますよ。レブリコン200、ふーん、あ、それだけね。盗めの、盗むぞ。こういうのは観察をするのが寛容。回復した、なんで。ムー A、 あ、リスだ、かわいい。210、52、陥没、特に弱点なし。赤色、割と真面目にファイナルファンタジー流行ったことない。うん、いや面白いね。リメイクされてるからね、なんか触ってもらいたいね。盗もうぜ。4がね、よくリメイクされて、なんかストーリー最高ってよく聞くね。まあ、私は、やったやつ5、6が好きだね。死んだ俺。ちょっと待って、待って、俺、舐めてるよ、俺。待って。逃げなーい！いやー！何が起きたの、これ！いやー！何が起きたの、俺！全然、余力あったよね。何が起きたの？やめて。何が起きてんのこれ。うわ、これか！いやー！いてー！うわ、舐めてた。あのリス、つえ！赤色、死んだ？いや、あのリス、やばいですよ。コマンダータピロ、男の人。男の人ー！ここは冷静に。いきなり死んだぞ。待って、これ一回テルフォに間違ったはず。すいません、一晩の宿。チョコボファーム、クエ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 。これは、リスがラスボス。ペシペシ、中富リミットブレイクって富竹フラッシュみたいでかっこいいですね。なに、富竹フラッシュ、ん？ FF15 でね、めちゃくちゃリアルなチョコボ出てきてね、びっくりした。踊るから見ていくかいみたいな感じだったのかな。踊るのかいみたいな感じだったのかな。チョコボ&モーグリのマテリアを手に、ありがとうございます。どういうこと。いや、ボロボロなんすよね俺。なにこれ、召喚獣的な。なにこれ。もらったお。すいません、あの一泊の宿、本当にすいません、宿お貸しいただけませんでしょうか。お客さんたち、この先湿地帯を越えるつもりですか。わかんねえ。いや、興味ないね。それなら関係ないですか。いや、ちょっと一応ね、高額のために、越えるとして、それならチョコボを手に入れた方が安全ですな。
チョコボで湿地帯を一気に駆け抜けるわけです。これがミドガルズオルムに襲われない方法、ミドガルズオルム。ミドガルズオルムとは、身の丈10メートルにならんとする蛇の化け物。チョコボ娘、略してチョコムスになるのも時間の問題。そうだね。湿地帯を進む、ズボズボ、湿地帯を進む、ズボズボ音を聞きつける。ブギャーと襲いかかる。そうならないためにも、グリーン&グリーングリーン牧場のチョコボをお買い上げください。チョコボのお買い上げは、向かって一番右の建物、チョコボ小屋におります。孫にお申し付けください。宿を探しやすか。ああ、興味ある。すごい興味ある。一晩100円。うん。すごい興味あるよ。寝れば治んのかな。いや、リスにぶち殺されたな。リスはダメ。あぶねえ。チョコボか。へえ。ペシペシ、聖キャラメルで生計を立ててるおじさんがプロデューサーのアイドルグループですか。生キャラメルか。吉武か。アイドルもプロデュースしてんのか。リンゴ娘みたいな。チョコボいくらなんだい。自分初めてなんですけど。いや楽しいな。グリングリン、チョコボが欲しいの。うん、くれ。おじさんたち運がある。おじさん、チョコボは売り切れちゃったんだ。外にいるのは預かり物なんでね。そうだ、チョコボ欲しいなら野生のを捕まえるといいよ。野生のチョコボのことなんか知りたい？どこにいるの？外に3本の爪痕を見ただろ？あれがあるとこには野生のチョコボが必ずいるよ。ただしチョコボ寄せがないとチョコボが現れないんだよ。もともと用心深い生き物だしね。チョコボ寄せ？チョコボ寄せはチョコボをおびき出すマテリアルさ。これを装備しておくと野生のチョコボ、へぇ、チョコボに会える。逆に言うと装備してないとチョコボに会うことはできないのさ。野生のチョコボ何が知りたい？どうやって捕まえる？野生のチョコボは他のモンスターと一緒に出てくるんだ。けどそのままじゃモンスターが邪魔でチョコボを捕まえることができない。だからチョコボの周りにいるモンスターを倒す必要があるんだ。それから？それに野生のチョコボは用心深い。ちょっとしたことで逃げてしまう。けど野菜を使うと食べてるのに夢中になって逃げなくなるのさ。逃げにくくなるのさ。他には？チョコボは怒らせない方がいいよ。普段おとなしいけど怒らせると痛い目に遭うのはこっちさ。あ、それと捕まえたチョコボは一度チョコボから降りたら一目散に逃げてしまうよ。へえ。興味ないね。もうひどいなこれ。興味ないね。じゃあそろそろ商談に入ろうかな。今ならチョコボ寄せ、たっけーな。2000ギルで売ってあげるよ。お前それバレットからもらうはずだった報酬だぞお前。バレットのマリンちゃんのお前学費の1500ギル俺がもらってんだぞ。買います。はい、だり野菜も買っておいて。そうはないよ。あ、それから野菜によってチョコボが食べる長さが違うからね。へえ、たけーな。じゃあここら辺のねタンタル野菜をまあ5個もらおうかな。たっけぇ。たっけぇよ。もう5000も4000もいかれたよ。お兄ちゃんたちだいぶお金取られたでしょ。あ、でもグリングリーンお兄ちゃんやグリーン おじいちゃんを怒らないでね。パパとママが死んでからずっとそうなの。うわー、なんかこれ足元見られたっけなんじゃないのこれ。くそー、なんか盗んだったろ。てかお前装備しろ。まあまあお装備だお前。かばう必要なし、盗め。取られたなー。いや、見破るわ。なん、
チョコボアセ、チョコボ&モーグリ、何なんだろうね、これね。ペシペシ、こういうのは一度家すると適正価格にしてくれたりしますよね。そうなんだよ、素直に入っていっちゃったよ俺。何やってんのかね、礼儀いらない、見破るのがいい。いや、いいねで買っちまったぜ。バーチャルコマンダータピロ、買い物した後引っ込みつかないタイミングでさらに別の品を推奨する。それやられたね、商売の隙間がないね。うまいね、もうね、うん、やられちまったね。もう取られたよ、ここで4100失ってるわ、ここで。6位だね、チョコ&モーグリっていうのがそうでしたね。あー、これもちょっとシックスっぽいね、フィールド音楽。赤色くん、ファイナルファンタジーっていうのは音楽を聴くゲームだから。ほんとだぞ。なんだってオリンピックで使われるくらいだからね。うわー、チョコボ、バーチャルコマンダータピロ、それだけでも悪くないけど、こいつがあればさらにお得だぜ。取り、盗むぞ、ワンワン。ダブルで盗むぞ。エーテルか。おー、エーテルか。エーテルですか。まあ、エーテルぐらい盗んだるか。どんどん盗むぞ。よし、どんどん盗むぞ。よし、もう要はね、殺すぞ。殺すぞ、殺せ殺せ。エーテルは欲しかったんだよ。エーテルを買ったことがないのが自慢でね。チョコボのやつ何なんだろうね、見てみましょうね。またお前らか。もういい、いいよ、エーテルはいらん、バックアタックか。ペシペシ、説明を朗読して聞いていたはずが、なぜか条件を満たさない天木先生、これが腹痛の原因である。でかいね。いや、条件は満たしてるよ、あれ三角形。おお、必殺技、かわいい。お、強い。嘘、俺満たしてないの？装備してるよね。
そんなバカな。マテリア、チョコボ寄せ、うん、装備してる、うん、うんうん。え、さっきの鳥あれチョコボじゃないよね。なんか汚い、なんかあの鳥チョコボじゃないよね。いやいやいや、条件は満たしてるはず。チョコボ寄せでやってると来た。誰お前ら。うわー、シャワーだー、やめてくれー。死ぬなよ。悲しい、うん、悲しいぐらいだったらいい、うん、女の子は秋の空って言われるから大丈夫、うん、女の子はちょっと悲しいぐらいだったら問題なし。待って、なんか俺めちゃくちゃ聞いてなかった。200くらい聞いてたよねこれ。うん、まあまあこんなもんだった。リスじゃないからいいよ。エレファング、エレファダング、220、はい。ペシペシ、女子の心変わりに期待するあの美先生。まあ女子は、まあ、まあね、大体こんなもんでしょ。ハイポーション盗んだ、ハイポか。ハイポですか。ハイポ盗んできますか。おし、殺せー。ペシペシ、前の大ダメージ派下水流とかそんな名前だった気がします。あ、下水流、怖いですね。あ、あ、アニメーションが違う。ドーン、あ、デブチョコボ、あ、ランダムなんだ。へえー、あ、悲しい、引きずってる。まあ、悲しいくらいいいだろう。何がそんなに悲しいってんだい。お、来た、音楽でき、あ、ベンチャーズ、ベンチャーズ、ベンチャー、テキテキサウンド。まずアイテムを、タンタル、ベンチャーズ、ベンチャーズ。あー、チョコボやったら皆殺しにしちゃうな。殴るぞ、おれー。こいつは弱点取ってないからな。危ない危ない、死んだよね。チョコを殴りかねない。食っとけ食っとけ。食べてろ食べてろ。あー間違えたー。食べてろ食べてろ食べてろ。食っとけ食っとけ。間違えたー。うわー、怒ってる怒ってる怒ってる。ちょっと待って、落ち着け、時に落ち着け。ちょっと野菜あげるから、野菜あげるから。かんなしー。誰だ、サンダー落としたやつ、この野郎。パパパパじゃねえ。パパパパじゃねえんだよ。何してんだお前ら。
誰だ、殴ったあげく、サンダー落としたやつ、チョコボさんじゃなくたって怒るわい、そんなもん。びっくりしたぞ、俺。もう一回やるぞ。もう一回、もう一回、一本円か、一本円か。来た来た来た。いいね、これベンチャーズのね、6、70年代サウンドだね。バーチャルコマンダータピロ、クエスト失敗です。でてでて。いいか、タンタル野菜やるぞ。ルル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 ルこっちだぞ。うん。いいクリティカル。やべ、じゃチョコボさんが。待ってくださいよ、チョコボさん。うい。捕まえました。罰で降りちゃうんだよね。大変だな、チョコボ使わへんの。決定ボタンで降りる。チョコボ降りると逃げてしまいます。あー、これで見れないんだ、ステータス。うわー、敵出ないのかな。なんとか砂漠を、なんとか砂漠っていうか、タルタル湿原だっけ。あ、これか、これですよ。これ、ね、これを超えるためにチョコボがいるよって言ってたね。ういー、なんか来た、なんか来た、なんか来た。ああ。もうちょっと危ない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 。いや、超えるっててどこ行くのこれ。あ、なんかあるね。ちょっと待て待てよ。え、セフィロスがやったのか、すごいな。いや、俺チョコ降りてないんだけど。恐るべき力だな、こんなことやっちゃう人が私たちの相手。降りたら地獄が待ってますよね。え、これどうすんのこれ。降りないと入れませんよね。降ります、ありがとうね。大丈夫かこれ。メモリーカードのブロックが足りない。もう積まないだろうなこれ。セフィロスの足跡がある洞窟ってことこれ。マインドアップ、おお。なんか飲むだけでパワーアップしそうだな。精神を上げる。アイテム。興奮剤使うと治るんだっけ？あ、治った。あ、中富はいいわ。
適正なのかな、ここ。なんか嫌な予感するな。サンダーぶっ放しとくか。見破るしつつ、うわ氷系か、ファイヤー持ってたかな。どうで窓ジュエー、あー200ね。A レベル15、ああはいはいはい、土に弱い、はいはい、よし盗むぞ。コマンドリストがちょっと多すぎるな。盗むぞ。大丈夫、テントがあるから大丈夫よ。盗めないね。避ける、避けますね。これ絶対なんかレベルが足りてないのか盗めないんだろうね、これね。こうなっちゃうと。もう状態異常祭りだな。これは絶対盗めないやつってのはいるんだな、この世には。絶対盗めないんだろうな。二人がかりだぞ。盗めないですぞ。盗めませんぞ。なんか条件があんのかね。これ盗めませんぞ。盗めないのね。もう絶対盗めないのね。いいんだな。絶対盗めないんだな。いいんだな。いいんだな。これ最後にするぞ。絶対盗めないんだな。いいんだな。絶対盗めない。このなんかもうブンブン振り回してるカンダタみたいなのは絶対盗めない。盲目を直すのは何だったっけな。あ、目薬。あ、もう解除されてんのか。まあ、悲しいはしょうがないね。
お。さすがにそろそろエーテルいらなくなってきたな。うー、挟まれましたが、まあとりあえず一匹やっちゃおう。風に弱い。いってー、うわつえー、ちょっと待って、これもどうせ盗めないんだろう。くそー、ブレイブハートとハートブレイクだっけ。あ、エーテル、エーテル殺せー、殺すぞー。エーテルか、お前みたいなやつでエーテルといるさん。エーテルですか。こいつは期待外れだね。あの振り回してるやつ何持ってんだろうな。超レアリティ高いのかなあいつ。ドロップ、さすがに一回テント使おう。何も見えんよ。まあいいでしょ。狭いね。あれ、なんかちょっとしたアイテムがあるだけ。赤色、これってファイナルファンタジーのいくつなの。これ7番ですね。あー、こいつらか。こいつら何なんだろうな。絶対取れないんですよね。7番ですね。最近リメイクしたやつですよ。いや、まさかリメイクするとは思わなかったね。PS 持ってんだったらね、4番持ってんだったらね、リメイクやってみるといいかもしれないね。赤色、了解。7番ですね。ちょっと待った、ルード、誰。あ、あいつだ、ハゲさん。見たくもない顔にあったな。俺が誰だかわかるかい。タークスだろ。知っているなら話が早い。俺たちタークスの仕事を説明するのは難しい。人さらいだろ。悪意に満ちた言い方するとそうなる。しかし今はそれだけではない。何よ先輩。ルード先輩、喋るの苦手なんだから無理しないでください。イリーナ頼む。なんだこいつら。私タークスの新人のイリーナ。レノがあなたたちにいられてタークスは人手不足。おかげで私タークスになったんだけどね。まあそれはともかく、私たちの任務はセフィロスの行方を突き止めること、あなたたちの邪魔をすること。あ、逆だったが、私たちの邪魔をしているのはあなたたちだもんね。イリーナ喋りすぎだぞ。ソン来た。これソンさん、
私の任務を彼らに教えてやる必要はない。すいません、トーンさん。トーン、お前たちは別の任務を与えていたはずだ。行け、定時連絡を欠かすなよ。あ、そうでした。それで私とルード先輩はジュノン港へ向かったセフィロスを追いかけます。ジュノン港か、南って言ってたような気がするね。あ、すいません、行け、セフィロスを逃がすな。は、ルード、タークス、レノが言っていた君たちに負わされた怪我が治ったら挨拶したいと。親愛なる君たちに新しい武器を見せたいそうだ。さて、中富久しぶりだな。しばらく君の、君は死んだから自由に。さっきの振り回してるやつなんか盗めるみたいよ。へえ。いやー、頑張ってみるか。じゃあ自由の身だ。セフィロスが現れたからな。何が言いたいの？セフィロスに感謝しろって。いや、あんまり会えなくなるが元気でな。あなたにこそそんなことを言われるなんて不思議。レア職、できればシーナの邪魔はしないでいただきたいもんだな。タークス、一皿一周だ。登れないでしょ俺。一匹にして、まあ一匹にしたまず。なんか威力上がってきたような気がするね。二段階アタック。うわ、何も持ってない。殺します。殺せちょっと。ブリザードじゃなくてファイヤーの方がいいね。ハイポーションいいですね。もうチョコレート寄せいらないっす。エリクさん来た。私もこれがね、あ、もうちょっとでおしまいですね。ハイポーション。あ、もうなんもないのかね。セーブポイントが出てきたり、区切りがついたら今日はおしまいですね。あ、なんもないですね。なんで？シモム侍、なんか、おすぎ？ていませんでした？わら。いや、言ってないね。あの、分回しか、ちょっと分回しとるか、じゃあ。クレイス、ファイヤー。お、火炎放射覚えた。ラーニングしてる。いいね。このラーニングが面白いんですよ、赤色さん。この。ワンワン、は適当すぎやしませんか？わら。いや、いきなり犬が名前つけてくれって言うから困ってしまって。青魔法っていうね、魔法があって、ファイナルファンタジーは。食らうと覚えるんだよね。敵の技を食らうと、
覚えるっていうね、面白いね。ファイナルファンタジーバッチ5か6を進めたいね。最初にやる中富は中富さんでしょ。あ、こいつも大したもんなかったんだっけ。エーテルだったかな。覚えてもらいます。赤色、ラーニング、カービィのコピー能力的なやつ。そうですね、下の侍、ラーニング楽しいっすよね。楽しい楽しい、ラーニングはね、楽しいね。食らうと覚える、敵の技が使えてしまう。下の侍、ランニング1枚になる技。うん、全然違うね。だコールドブレスもこれ覚えるかもしれない、もしかしたら。売ってない魔法とかがもう敵から食らったら使えるわけですよ。5ね、やっぱりね、私は FF5 をおすすめするかな。最初にやるんだったらジョブが面白いんでね、ファイナルファンタジー5からやってほしいかな。いやー、しけてたぜ。まあ、とりあえずイベント終わってるから、まああのあれだね、残りはあのくるくる野郎からちょっと取れるか頑張ってみよう。下の侍、一番難しいのがモルボルの臭い息。出てこねえかなあいつ。あった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 。一匹危ねえから殺しちゃおう。これうん、死んだ死んだ。攻め進もう。なんかね、動き封じれればいいんだけどな。ちょっとアイテムで封じてみるか。何持ってんだこいつ。惑わしそうって何使ってみる。お、混乱か。自分に攻撃しなきゃいいな。あ、混乱する混乱する。盗め盗め。下の侍、臭い息を技で覚えたところで日常で使うのかいって話ですが、わら。確かにね。熱るぞ、混乱してる混乱してる。面白い面白い。あ、戻っちゃった。いや、これ普通にやっても盗めないんじゃないのかな。普通にやっても盗めないんじゃないのかな。あっという間にコンフュー消えるね。盗めるのかな。いや、ブンドルとかになんないとダメなんじゃないのかな。盗めんのかな、本当に。徹底的に行くぞ。やっか、ちょっとこづいてみるか。これであと半分か。もうちょっと軽くこづこう。よし、だいぶ弱った、まあ、弱ったから盗みが上がるとかそういうのはないんですけどね。盗めないね。じゃ、ブンドルにならないと取れないのかな。あ、グラスなんだか盗んだぞ。グラインドグラブ盗ん、いやいや、殺せ殺せ殺せ、盗んだ盗んだ。いや、おもろいな、これ。ちょっと待って、盗んだぞ盗んだぞ。なんかグラブ盗んだぞ。
シモム侍、殺せー、わらわら。なんだこれ。あー中富じゃあ、サーノクジのアイテムだこれ。解説が見たい。シモム侍、グランドクラブでしたね。グランドクラブですね。なにこれ。PHS を呼び出すぞ。じゃあ何個もいらない。あ、もしもし？シモム侍、誰よそいつ、わらわら。おお、うわー、すげえ上がった。長飛び使いまーす。サーノグチ使います。長飛びちょっと下がってもらいます。すげえ上がった。待って、長飛びの外してほしいんだよな。これ外せないのか。めんどくせえな、これ一回呼び出さなきゃいけないのか。シモム侍、沢の口って誰よ、わらわら。沢の口は沢の口よ。あ、つえ。沢の口は沢の口。ちょっと悲しくなっちゃってるね。メランコリってるんでね。下げて。あ、強いですね。あ、ちょっと全体か。クレイク全体かっていうのも面白いね。シモム侍、沢の口に臭い息を使ってほしいっすね、わらわら。どういうことなんだろうね。つけるとこ多すぎて余るな。これ上がったところで何がっていう、ね、バイオとかの方は覚えてた方がいいよね。締めにここ突破して今日は終わるか。中富は強い。沢の口、沢の口、沢の口は強い。攻撃力52。いや、すごいな。火力高いな。まあ、魔法がね、ちょっとあれだけど。いや、そんなことないぞ。高いぞ、魔法。よくわかんねえな。まあ、とにかく、中富は、あんまり強くないってことやね。帰れんのこれ。ああ！チョコボンいないぞ。帰れないぞこれ。うわ、しかもバックアタックかよ。やってやろうじゃん。俺たちの力見せてやるよ。見せてみ。ありがとうございました。次のシモム侍、アーマダレベル15とかか。まだまだですね。見破れ、見破れないの。見破れない、見破れない系男子。おらー、シモム侍、キメラの翼を使いましょ、わら。
この野郎盗んじゃうこれ。あミスター。なんか盗めたかいこれワンちゃん。この野郎。大丈夫大丈夫。こんぐらい回復してりゃ一撃で死なない。うわなんか出てくるぞこれ。今のうちに見切るか。カウンターだろこれ。ワンワン何も持ってない。オッケー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 。ジモム侍いたえ。おれなめんなよ。ジモム侍キツ。回復しろ回復しろ。うわーまたミスかひでえなこれ。ちょっと目押し冷静にやろう。ダメ見てないんだよね俺ちょっと。いやワンちゃん、うわー吹っ飛ばされた。なになにバシルーラ的な。うわやめてやめて。なになに何したいのそれ。諦めませんよ。ここは剣に回ろう。26。4000か。もう悪くないな。ワンワンどこ行った。4000か。初の全滅。なおや一撃がでけえ。4000か。え、あ、こっからっすか。うわぁ、あ、ロードじゃないのしかも。いいよ、アイテムがなくなるまでやってやろうじゃない。テントがなくなるまでやってやろうじゃない。あれ復活しないの。あ、復活しないの。ラスト。シモム侍、しやーないわ。あれソフトリセットがかからねえ。あれ LR LR セレクトスタート。シモム侍世界中の歯。かかった。ここか。ちょラスイチ。今日のラスイチ。トイレ行ってくる。最後に水飲んでトイレ行ってくる。シモム侍そろそろ寝ますね。おやすみなさい。
よし最後。弱ってきたらこっちを吹き飛ばしてくるのが辛いですね。なんかそれが起きなければ倒せるんじゃないのかな、うまくいったら。盗むいらないっすもん、何にもないんで。やばい、酒飲んでるからがちょっと軽く頭痛がしてきたぞ。泡ででね、もう何使ってるかちょっと分かんなくなってたな。あー、カバをつけたら死にますね。チョコボースいらないな。霊気弱点属性がちょっと分かんないんだよな。まあてか大したもん使えないね。イカズチ、まあ、リミットブレイク狙いっていうか、ああ考えた。面白いゲームじゃない。でも攻撃リミットブレイクの攻撃も下がんのかね。リミットブレイク狙いでいく。だから体型下げる。だけどリミットブレイクのダメージも半減しちゃったらまずいね。だから回復だね、全体回復をちょっと仕込んどいて。バレットイザーが持ってるの。もしもし、もし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 、何持ってないね。回復がないのか。お腹すいた。お腹すいたの。大地効きそうだよね。弱点なんかあったっけ、あのヘビ。多分なかったよね。だから属性関係ないよね。じゃあちょっと作戦やってみよう。魔法当て続け。ガードでもいいわ。まあでもダメージが蓄積しないとね。ガードでいいんじゃない？リミットブレイク溜まるでしょ。ちょっとガードしましょう。来いよ。来いよ。自ら戦いを求めていくスタイル。ダーン！ガードでいいよ。で、リミットブレイクが溜まったら撃つ。回復しよう。おらー！いてー、いやリミットブレイクやるやつにやらないでくださいよ。そういうのなしっすよマジで。いてー、やばい、一応音になる。いやー、どうなんだリミットブレイクはよ。どれハイポで500全開よ。うん、300。これを10回、15回ぐらいやってりゃ勝つのよ。ででででででで。
撃ってこいよ、来い来い来い。来い来い来い。よし。たまらねえ。たまったたまった。来い来い来い。100だったら耐えられるぜ。来い来い。来な。抜きな。300切ったら危ないな。何かこの作戦には落とし穴が。ポーションそっとそっと、ああしまった。うわありがてえ。来い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 。まさか2回連続でワンちゃんとかに来ないでしょ。自分にポーション。来い来い来い。溜まったんじゃないの？まだか。思いやりのチームよ。防御、ワンちゃん見てる防御。危なくない？で、そっと、あ、なくなっちまった。しまった、回復だね。ワンを溜まったか。この野郎！反対。うわ、絶対全体になっちゃうの？そんなんないよ。まあ、いいか、使うか。てれれ。えいえ。溜まったんじゃないの？この野郎！ひょうぎりで！サーノグジのスロットがきついですね。きっと。いやー、これは。うー、来た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 。謎の煽り。この時に回復させてあげよう。回復させてやるぞ。よーし来たな。どうですかこれ。これできましたよね奥さん。200、200、400、よし。悪くない。いいダメ出てますよ。いてて。おお、溜まっちゃったんじゃないのワンワン。まだか。まだまだ慌てない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 。いいよ慌て、いやいや危ない、慌てない慌てない。来なさい。ケアル祭りだ。慌てない慌てない。慌てない100ですよね。慌てない慌てない。来たね。おらー。そしてすかさず。200か、効かねえな。長期戦覚悟で。よし、いけて。たまったね。じゃあ姉さん行こうか。
ーミス引くねー俺引くねー目押しポンコツだねー目押ししょぼいねーこれできないぞうわ98おしまいですひどい目押しもう慎重に回っちゃってもいいから冷静にやろう、 もうやばいわもうこれはちょっとスイッチ狙い、3分の1でしょ？ワンちゃん来たからこう来ないっていう理論。一度食らったやつは来ないんじゃないか理論。で、ワンちゃん来る？なんか弱ってくるとやるんだなぁ。溜まったね。終わりだぜ。今日切り！ブレイバーの方が効くのかな？わからんの。時間かけると飛ばしてくんのかな？なんかランダムなのかな？これに来そうだな。慌てない慌てない。エーテルがあるからね。慌てない慌てない。溜まっちゃったかな。来たね。なんでミス遅れ。頼むよ。いや目押しがちょっとゴミすぎる。これベータ、なになに、うわ、なんかレア技来たぞ、これ。うわぁベータをラーニング、ベータ覚えたぞ。これ、犬がいるから全滅扱いにならない。覚えたぞ、なんか覚えた覚えた、覚えましたよ、奥さん。覚えてねえじゃねえかよ。こら、覚えてねえじゃ、ああ勝たないと覚えねえのか。ああなる、え、どういうこと、これ覚えてないのか。ちょっと出てみんな、これお父さんに教えて。これん、覚えてないの、ちょっと覚えてて、覚えてないの、覚えてないの、どういうこと？ちょっと待って、覚えてないの？教えて。火炎放射だけ覚えてんの。火炎放射だけ。これ覚えてないね。ね、覚えてないね。でもあれ来たらもう絶対死ぬな。なるほど、まあ。覚えずに倒したところで結局覚えに来るから負けだな。わしの負けですわ。てか積んでる可能性ない、これ。わあ、チョコボ降りちゃったからさ。積んでない、逃げろー。わわ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 、あーあ、バマを逃げれんのね。なおや、こやひでえ。どうなんの、逃げ、もう、ここに戻されんの。あ、これ積んでる。どうしよう。どうしよう、これ。
洞窟で倒せるまでレベル上げっすかこれ。いや、もう救済があるはずこれきっと。まあ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 。あれ生きてる俺。戻されんのひどくない？ゲームオーバースターフィルム。え、どこから？やまびこ煙幕でも逃げれないんだよこれ。次回考えなきゃいけないねこれね。うん、ちょっと次のターンで考えなきゃいけないねこれはね。下手じゃ積んでるねこれね。セーブデータ1個がねあだになってるかもしんないね。そしたらもう洞窟でもうひたすら、もうひたすら洞窟でレベル上げして、外と中でねひたすらレベル上げして頑張るしかないねこれね。いや洞窟抜け道あるんじゃないっすかこれ。別の抜け道があるんじゃないですか。だって帰れないもん。だってチョコボ降りないと絶対に入れないんだから、別のルートが南に抜けるルートとかがあるかもしれないねこれね。気づいてないだけの可能性あるね、うん。まあ、というわけでご視聴ありがとうございました。一旦録画を終えたいと思います。失礼します。また明日。